演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら夏みかん大福というものを食べてみたいと思います。夏みかん、みかんは冬の部分ですが意外と夏も美味しいんですよね。で、それが大福に包まれているとこれは期待が持てますね。見てください、見事なオレンジ色ですね。いや、オレンジ色って色もすごく欲しいな。うわ、開いた開いた。コロナを腐る食べやすそうですね、これ。では、ご対面。ご対面は、はい、こんな感じですね。で、どうやら出すのには不向きなようなので、もうこのままいただきます。あら、果肉が入ってるんじゃないんですね。どっかにそういう大福あった気がするんですけど、ま、美味しいからいった。程よい大きさの食べやすい大福を噛むと、夏みかんの甘酸っぱい味がするあんが口の中にふわっと広がりました。ただ個人的にはもしかしたら果肉が入っているのかなと思ってしまった部分がありましたので、そこはちょっと残念でしたね。一つ一つ目なら包めなくもないと思いますので、そういった果肉を包んだ大福を食べてみたいですね。確かにどっかにあった気がするんですよ。でも甘酸っぱくて美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。それでは、なだれかな、この水滴るこの心は。なだれの雪が溶けるように一気に何かが溶けてしまったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。